はい、どうもこんにちは、ケンウです。今日はですね、枯れ枝の除去なんですけれども、実はハサミでやるよりも、手でですねポキッと折ってしまった方が、木としてはですね非常に、都合がいい場合がですね、ありまして、で今回はそれを共有していきたいと思います。結構ですね、ハサミにこだわってやっている方も多いですけれども、ただ臨機応変にですね、この場合は手で落とすとかですね、でこの場合はハサミを使うとか、この場合はノコギリを使うとかですね、場合によって使い分けていけば、もっとですね、果樹とか、樹木、果樹栽培もっと上手になると思いますので、ここら辺のアイデアをですねちょっと共有していきたいなというふうに思います。ということでですね、今回も早速やっていきたいと思います。ではそれでは切っていこう。ではですね、今回はちょっと枯れ枝を、除去していく方法なんですけれども、まずですね、こういった枯れ枝ってよく果樹に入りますよね。でこういった枯れ枝は実はハサミじゃなくてですね、手で落としてしまった方が、きちんとこの枯れているもの、残骸が木に残らずにですね、きちんと除去、できるということがあります。でこういうふうに、目安としてはですね、太い種子から出ている小枝とかですよね、こういったものは、全然手で落としてしまった方がいい、ことの方が多いです。ただ分岐部から枯れてしまっているとかですよね、そういったものはですね、手じゃなくてハサミでやってしまった方が、全然いい、とかですね、そういったことがあります。で例えばこれとかもですね、ハサミで切った方がいい場合ですけれども、ちょっとピントが合いにくいですね。はい、合いましたね。こういったのもですね、手じゃなくてこういうのはハサミで切った方が一応いいパターンですね。割と太い枝じゃなくて細い枝からですね、分岐しているような、ものは、ハサミを使っても全然大丈夫なんですけれども、ただ、こういったものは手でやっていただけたらと思います。でちょっと実際にですね、手で、外していくんですけれども、例えばですね、これちょっと手で外していきます。もう普通にクイッとひねるだけでですね、取れてしまうんですけれども、ちょっと今ゆっくりですねやっております。でちょっと回しながらですね、組織を取っていくんですけど、取れましたね。はい、こういう感じでですね、ちょっと内側に芯材が、中心部の芯材が残ってしまったんですけれども、綺麗に取れる場合が、結構ほとんどです。もう残ってしまったものはちょっともうしょうがないので、しつこく一応やりますけれども、一応なんでこういうふうにやるかなんですけれども、この内側の茶色い部分がですね、取れたらまたそれはそれで理想的ではあったんですけれども、もうすでにですね、木がこの枯れ枝を排除するためにですね、もうカルスを巻いて枝をですね、どんどん地上、下に落としていくっていうですね、そういった防衛本能があるんですけれども、その、防衛しているところを邪魔しないように手でですね、やっていくということですね。で、これをですね、こうハサミでこういうふうにパッと切ってしまうと、せっかくここカルス巻いてますよね。カルス巻いてるのにここをですね、巻き込んでしまって、こう傷つけてしまうということがありますので、ハサミじゃなくて手で、でこうカルスを巻き込まずにですね、ここから切ってしまってもですね、結局残骸がですね、木のこのカルスの中心部にですね、残ってしまうんですよね。でこれがまた、例えば腐朽菌がそのまま木の上に残ってしまったりとかですよね、そういったことがあるので、手でポキッと折ってしまった方が外れるよっていうことですね。はい、ではちょっともうちょっとですね、ここ失敗してしまったので、もうちょっとやってみたいと思います。ちょっとトーン上げます。はい、ちょっと明るくしましたけれども、明るくなりましたでしょうか。なんか取りにくいですね。ちょっとすみません、なんか取りにくいですが、はいなんか残っちゃったけど、はい、残った場合はもうしょうがないのでハサミで切ってください。よいしょ、はい、すごいですよね、木の、防衛本能というか、こういう、防衛本能というか生態反応というかですね、こういうことがですねあるわけですよね。はい、手でこういうふうに手でパキッとですね、折ってしまうと、このカルスをですね壊さずに、取れるよっていうことですね。で、
ょっとこの辺も行ってみますか。こんな感じですね。取るとカルスが壊れずにですね、きちんと外れるよっていうことですね。この辺ももう枯れ枝だらけですけれども、本当に、はい、あ、綺麗に取れたと思います。はい、これもですね、よいしょ、ハサミを使わずに手でやっても大丈夫です。ただこういうところですよね。こういうところはちょっとですね、まだ、分岐しているところがですね、きちんと枯れ切っておらずにですね、カルスがまだ巻いておりませんので、まあ、こういうところはですね、ハサミで切ってしまって大丈夫です。はい、ちょっとこの辺ぐらいからですかね。はい、こういうふうに切ってしまってください。もう見てください、この木材腐朽菌が内側に入ってしまってですね、もう非常に申し訳ないなと思うところなんですけれども、これも手で大丈夫だね。はい、この手で大丈夫だね。うん、こういう感じですね。手でやるところと、まあハサミを使うところをですね、うまく使い分けていただけたらと思います。で、まあ、こういう分岐はですね、これもちょっと枯れてるんですけれども、こういう分岐はもうハサミでですね、切ってしまった方がいいですね。はい、こっちはまだ葉っぱが、あって生きてるので、残していきたいと思います。はい、切るんですけれども、一応切る時もですね、皆さんこう前回もちょっとやりましたけれども、もちろんこういうところで半端で切ったら絶対にダメですよね。はい、この切り方はもう絶対やめてください。で、なぜかというとカルスがですね、巻かないです。はい、絶対カルスが巻かずに腐っていきます。で、なのでこう根元からしっかり切るんですけれども、ですね、こう真ん中、平行にですね、こういうふうに切ってしまっている方も多いと思いますけれども、これ半端がですね、まあ、ちょっと残ってるか、残っておりますけれども、半端が残ってますけれども、まあ、結構枝元でですね、切れていると思いますけれども、ただこういうふうに平行に切ってしまうと、前回もやりましたけど、この、枝の反対側からですね、深くちょっと枯れ込みが発生するんですよね。で、これはまあ樹体内のですね、内側の流れが、ですね、この枝に持っていかれるのでですね、この上側がですね、こう養分の内側の樹体内の流れがですね、届かずに枯れてしまいます。まあ、なのでちょっと斜めにですね、切るっていうのがポイントですね。こういうふうに、斜めに切るっていうのが、ポイントです。はい、はい、こちらもですね、分かりやすいですけれども、こっち枯れてきておりますので、ここからですね、除去します。はい、の位置ですね、きちんと残さずに、半端切りをせずにですね、枝元から切ってください。はい、これだとカルスがですね、きれいに巻いてくると思います。はい、あ、こっちもですね、きれいに巻いてくると思います。はい、はい、ということで今回はですね、枯れ枝の除去を、まあ、手で、やるパターンをですね、皆さんにご紹介、させてもらったんですけれども、まあ全てが全てね、剪定バサミで、やった方が効果的かと言われると、実はそうではない時も、ありますので、まあ、きちんと巻いているものですよね、カルスがきちんと巻いているものはもうそれ以上破壊しないために、まあ、手で取っていくっていうこともですね、時と場合によっては必要かなというふうにも思いますので、ぜひ皆さんそういうふうにやってみていただけたらというふうに思います。で、ちょっと枯れ枝の除去をですね、手で取った方がいい理由をですね、ちょっと図解で、また詳しく少し説明しますけれども、かなりちょっと丁寧にですね、皆さんにちょっと説明したいんですけれども、ですね、こう枯れ枝が、まあ、大きい、まあ、ところからですね、こうピュッと出ている、という絵をですね、ちょっとここイラストをちょっと、描きましたので、ちょっと紹介しますけれども、一応この枯れ枝っていうのはですね、この木自体が、まあ防衛反応でですね、どんどんいらない不要な枝とかをですね、枯らし切った後に、まあその普及されたものがですね、内側まで進行しないように、実は木自体も生きていて、まあ生体反応でですね、こう壁を作ってカルスを巻いてですね、その枝を排除しようという働きがあってですね、その枝が実はその、種子っていうのかな、この太い枝から少し盛り上がってですね、出てくるんです。はい、盛り上がって、出てきて、ちょっとですね、この、まあ、枯れた枝もですね、内側にちょっと芯材がぐーっと入っていっておりますので、こいつがですね、ハサミを入れて切ってしまうと
まあ、枯れているものが残ってしまうっていうことなんですよね。で、手でやることによってこれがまあ、カルスをなんだろうな、ハサミで傷つけずに、きちんと抜き取れる。まあ残差がですね、抜き取れない場合ももちろん、ありますけれども、ただハサミよりも効果的かなと。でもし、仮に何だろうな、このカルスを破壊しない状態でこのハサミを使って内側の芯材が切れるのであれば、まあ取ってしまってもいいということなんですけれども、まあ、基本的にはこういう場合は、手でですね、やっていただけたらというふうに思います。はい、まあいろいろですね、まあ皆さんもまあいろいろやり方があると思いますので、まあこういうふうにやったらいいんじゃないかとか、そういったアイデアがある方はですね、ぜひコメント欄で共有していただけたらというふうに思います。はい、まあということで今回は枯れ枝の除去ですけれども、まあ、参考になりましたら、楽しかったよという方はぜひいいねボタン、さらにはチャンネル登録していただけたらというふうに思います。まあ、はい、ということで今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。ではバイバイ。